ルナ逆ってどうしたらできると思うチョコ戦。ルナ逆？ルナ逆はそうだな、ちょっと冷たくすればいいんじゃない。え、冷たくすればいいの。ちょっと冷たくしてみて、うん、オッケー。やすばる、え、なに、え、ご飯食べ行く次。あ、別に行かない。あ、行かない、本当。あ、うん、みんな行くの。ルナも行く。あ、別にスバル行かんけど、え、当然と行ってくる。え、3人で行く。これ、いつものスバル流れ。ちょっと待って、あれ、ちょっと待って、スバル、話の意図を理解しろ、お前は。今のは多分、チョコテンテとシュバが仲良くするんじゃないの、それ。そういうことが分かった、もう結構。ダメや、ダメや、スバルにはできてるんだよ、これ。分かってねえ、こいつ。いつものスバルのやってんじゃねえよ、お前、私で。もう一回お願いします。できてないじゃん。え、チョコ戦ご飯行こうよ、チョコ戦。チョコ戦ご飯行こうよ。もう一回行くの、行こうよ。え、ルナも来たわね。ルナはダメです、スバルがチョコ戦と行くので。何はあの先生。なんでこんなにスバル合わないんだろうね。え、なに、おもろいわ。シュバー、シュバルはできないっぽいね、これは。うん、スバルは多分ルナ逆できないわ。いや、ルナ逆したいよ、スバル。いつもね、1アワどころかね、3アワぐらい吹かせられてるからね。え、逆にスバルが攻めればいいんじゃない、ルナタのこと。どういうこと。え、だからいつもスバルがルナタに攻められてるから、うん、ルナタのことを逆にスバルが攻めればいい。どういうこと。分かってね。分かってね。みんなどうすればスバルは分かるんだ、私の言葉を。おい、ルーナって言えばいいってこと。おい、ルーナ、なん、そう、いつも通りじゃ。いつも通り。おい、ルーナ、どうやって言うんだよ。いや、このメンバーの中でこの人は一番丸々だと思うことがあれば教えてほしいです、という。お、スバチョコルーナで一番ボケてるのはルーナ。スバチョコルーナで一番突っ込んでんのはスバル。あ、それはそう。スバチョコルーナで一番あの欲深いのはチョコ。あー、スバチョコルーナで一番ふっかるなのはチョコテンテン。あー、正解正解ぽいよね。じゃあスバチョコルーナで一番、きなんだかんだめちゃめちゃ真面目なのはナス姫様。怖い。でもね、確かにスーパーチョコルーナで一番レスポンス早いのもナス姫様かもしれんわ。あ、だ、ほんと？くるくるくるラップ、くる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 。おい、やめろ、お前収益止まったらどうするつもりだよ。やめろ、チョコのチャンネルを破壊するな。くれラップのね、CM が来るかもしれない。
チンするだけ。そしたらね、ラップをしてください。ルナ、あれ歌って。くるくるくるラップ、くる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 ラップ。いきます、いきます。くるくるくるラップ、くるくるくるラップ。お先生のチャンネル今までありがとう。さすがにうるさかったので音量下げて。スバチョコルーナはさ、なんかやっぱさ、すごいなって思った。ルーナもチョコ戦も、いやなんかね、ルーナとかめっちゃ緊張してたんよマジで。でもやっぱチョコ戦がめちゃめちゃね、なんか気を、なんか気がつくから、だからなんかこうさ、なんかあの、大丈夫よルーナ様みたいな。でルーナもさ、でもね、いざね本番始まるとさ、なんかねしっかり歌って踊って MC もね、なんかやばい喋れなくなるかもしれないのらみたいな言ってたのにさ、でスバルもね覚悟しとったんよ。まあ喋れなくなることとかもちろんあるから、まあそうなったらね、まあカバーしていけばいいやって思ってたんだけど、もう全然ねしっかりね喋なんかしてくれたりとかね、そうみたいな。多分ねスバチョコルーナみんな本番強えんだと思う。でなんかあのそのね、なんかそのリハの時にね、ルーナがね、なんかこんな広い会場なーみたいな感じで、なんか突然ね、トリプルアクセルみたいな、なんかダーって走ってなんかジャンプしてクルクルクルみたいな、クルって回って着地するみたいなをやり始めて、なんかなんか突然それをやり始めて、でスバルが勝手にそれをなんかなトリプルアクセルって言って名付けて、それを本番かますかでずっと言ってた、スバルとルーナで。いやスバルはねちょっとしてほしかったの、でもね怪我したらやばいからさ。いやだからね、なんか結局ね、あの なしになったんだけど、もうそのねなトリプルアクセルがね、うわ見せたかったなあれマジでなんかあとあれだったな、チョコ戦ね、オンとオフがすごくてもうね、朝来た時とかちょっともう眠そうなんよ、チョコ戦もうすげえ眠そうでさ、でめちゃめちゃ眠そうやんって思ったけど、もうね、そう眠り姫だからちゃんとね、本番までにね覚醒できて偉いみたいな。でもなんか布団にくるまれてたよ、チョコ戦は布団にくるまれてるからさ、なんかさ、なんか寝てさ飛ばすんじゃないだろうか出番をみたいなね、結構ね心配してた、そうみたいなね流れもね実はありました。そうだな、でも本当になんか改めてねすごい息の合ったチームだなと思って、いやめっちゃね、なんかなんだかんだでスバルがさ、これね、大空警察の時も思ったんだけど、こう振る側のことが多いのね最近は。その司会じゃないけど、スバルがどうでしたかみたいな聞くことが多いんだけど、あそこでとっさに答えられんのってマジですごいんよ本当に。なんかどう、なんかあった気になることとか聞いてパッて答えれんのって本当にすごいの。いやだからなんかで、やっぱりさ、なんかプラスでさ、なんかおもろいこととかも言ってくれるから、みんなすごすぎるやんと思って、逆にねスバルがね助けてもらってたまであったな本当に。スバチョコルーナもいやーガチでぶち上がりましたね。戸惑いレシピをスバチョコルーナは歌ったんですけど、そう何歌うってなった時に、でチョコが3チョコぐらい出して、なんかみんながその中からえこれがいいこれがいいこれがいいって選んだんだけど、そうそれがなんか戸惑いレシピだったんだけど、そうスバチョコルーナだったら戸惑いレシピかなみたいな。みんなが一緒に盛り上がれて、そうみんなが知ってる曲で可愛くわちゃわちゃ生きる曲がいいなって思って。いやスバルーナ手手かったよな。えみんな振り付け見た？あのスバルーナがさ、あのちょっとさ途中さあーってやってるやつ、うん、もうチョコニコニコで見ちゃったもんね。あやってるって思って
見た？ね、見た？ね、見た？みんな。ね、あの、スバルーナがさ、あの、曲中にね、あの、スバルーナだけのね、あの、パートがあるのよ。歌ってるパートが。そこのところに、あの、スバルーナのね、振り付けで、あの、二人がね、二人がね、え、見た？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 見たよな。いや、可愛かった。あれは可愛かった。いや、ガチで。ニッコニコなのよ。そう。からのね、MC！ ちょっと皆さん、MC！ スバチョコルーナ、いかがでした？もうチョコニッコニコだったよ。ねえ、ニッコニコ。チョコもう気持ちよくなっちゃって。ニッコニコだった。スバルーナが立ちついてたんだよ、だって。スバルがさ、チョコセンルーナたんの、なんか背中を叩けみたいな感じにさ、気合い入れてやってくださいよ、みたいな感じで言って、いや、スバルがやれよ、と思って。なんでお前チョコに振んねん。お前やろ、って思って。なんかそしたらさ、なんかさ、場所を変わったらなんかさ、気がついたらなんかさ、なんか、え？みたいな。立ちついてる。え？みたいな。うわーっつって、何やってんの二人ともーって思って、いやーいいっすね。え、だってあれブルーレイに残るでしょ。うわーチョコ楽しみー。あの MC いっちゃん楽しみだからチョコ。いやガチで、あれだって永久保存版でしょ。ねえみんな気づいてた？あれブルーレイに残るんよ。みんな知ってた？あれブルーレイに MC だから残るんですよ。カットできないんですよ、あそこの部分。知ってました？いやマジで円盤楽しみすぎる。永久保存版よ。いやスバル絶対気づいてないからね。多分スバルーナは絶対に気がついていない。あの場面が永久保存版になっていることを。あの二人は絶対にね、あのノリと雰囲気でやってね、何も気がついてないよ。どうね、PS ところでルナ姫に抱きついたところを詳しく聞けたらスバルーナ過激派の私は助かります。え、特に何も考えてなかったけど、もうやるしかねえという気持ちでした。スバチョコルーナテーテーオンザステージ。スバチョコルーナテーテーオンザステージって誤解良すぎる。